毒親との正しい戦い方教えます。解毒案内人木村優子です。今日の解毒メニューはこちら。価値観を押し付けてくる人の心理を徹底的に暴きます。こういうことやっちゃってるっていう方、覚悟して最後まで見てください。そしてやられてしまっているという方もね、ちゃんと対処法をお伝えしますのでね、ぜひ最後まで見ていただければなと思います。こういう人はどういう人か、先に結論です。 99% 毒親育ちと、もうね断言できると思います。 100% って言いたいんですけども、ちょっと安牌を取って 99% にしておりますが、まあ、ほぼ 100% です。なぜなら毒親育ちで以前押し付けまくってた私がお伝えしてるからです。もうね、当時された人はね、たまったもんじゃないと思いますので、全力で謝ります。本当に申し訳ございませんでした。それでは私の懺悔も合わせまして、価値観を押し付けてくる人の心理を徹底的に暴いていきます。それでは解毒スタート。価値観を押し付けてくる人の頭の中どうなってんのというものを言語化するとこんな感じになります。まず最初に、私の価値観は絶対的に正しいと思い込んでおります。そして2つ目、その価値観に反する人が目の前に現れると。3つ目、自分の価値観を正しいということを守るために相手の考えをねじ曲げようとするんです。4つ目、その正しいをね、証明するために必死に説得をします。もうこれ説得って言葉じゃないですね、攻撃をします。5つ目、そうするとね、もう相手がね折れたり、はあ、もうめんどくさって適当にかわしたりするんですよ。そうすると6つ目、もう水を得た魚のように生き生きします。ほらね、私のこの価値観ほら正しいじゃんと死守成功するからです。いやー、めんどくさいね、めんどくさいけども私もやってたんだよねっていうことをね、これ先日ツイッターに書いたらこんなコメントが来ました。これを見て、俺やんとか私だっていうコメントが来て、いやでもね、私これを見てね、もう素直じゃんと思って、なんかね愛しくなっちゃって、もう思わずいいね押しちゃいました。ただこんな風に認めるっていう人は本当に一部です。で、一部だから素直な人ばっかりじゃないから、やられる方というのはね厄介なんですよね。じゃあこの人の心理はどうなのというと、こんな感じです。失敗、間違いを認めてはならない、もう認めたらね死ななければならないくらいにね思ってるんですよ。だから必死に攻撃するんです。じゃなきゃね、もう死ななきゃいけないから。じゃあこういう人は何があったかというと、過去に必ず何かしらの痛い目とかひどい目に遭った人になります。そしてこういう人は過去に必ずこういう経験を持っております。失敗を認めてさらにひどい目に遭ったという人です。私もね、もともと価値観を押し付ける人間でした。じゃあ私の過去に何があったかというと、私自身虐待で育っております。だから本当に自分が悪くても、全然悪くなくても、失敗を認めてしまうとさらなるね、もうこの失敗に見合わないほどのね罰を与えられて育ってきたんです。だから失敗を認める親に罰を与えられたということは、世間の人間も全員そうだって思い込んじゃうんですよね。でもね、はっきり言います、その思い込み、それは親の嘘です。そもそもそれはあなた自身の失敗じゃないんですよ。誰の失敗か、親の大失敗です。でもそうやって親の失敗も全て引き受けてきた人間としては、もうそうしないとね生きていけなくなっちゃうんですよね。だから今価値観を押し付けてしまう、なんか辛いっていう方、まずそれはあなたの責任ではないよということを私が心から証明したいと思います。じゃあなんでうまくいかないのか、こっちを見てください。それは親の失敗の責任を今もあなたが背負ってしまっていること、これが原因になります。そこで対処法をお伝えしますが、2パターン、これされて困っているっていう場合の方の対処法と、してしまっているという方の対処、2つねお伝えします。まず先に、価値観を押し付けられてもうめちゃめちゃ困っています、もうほんとめんどくさいですっていう方、これね、ムキになって言い返すともっと言い返してきます。自分が勝たないと死んじゃうんですよ。だから相手は
ゲーム感覚でやってます。しかも相手はそのゲームを何十年とやっているもうゲームの達人ですので、勝つのはねちょっと難しいと思ってください。まあおそらく勝てるのはねひろゆきさんくらいなんじゃないかなと思います。しかもね言い返してこない相手をあえて狙ってやっております。だからそういう場合はもう逃げてください。逃げるが勝ちになります。例えば道を歩いてて向こうから包丁を持ってきた人がこっちに向かってきたら逃げますよね。それと同じなんです。自分で自分を守るため、攻撃を真に受けないためにできることならば逃げるということが一番の最善策になります。そしてやってしまってる人の対処法です。これ実はね本人じゃあ 100% 自分が正しいとね価値観を押し付けているかっていうとこれ実は違って、やってしまった後にどっと疲れるし、冷静になった時にねまたやってしまったって少なからずね実は思ってるんですよね。だからそのいつもやってしまっているこれを見るんではなくって、ちょっと過去に目を向けてください。そうするとほとんどの方が親から幼少期に価値観を押し付けられて育った、それをそのまま周りにやってしまっているね。だから親から渡された毒をここにいっぱいに溜め込んで、これを出して相手にバーンとぶつけている状況です。ということは過去に親からされたこと、この毒、この傷がねまだ癒えていないっていう状況なんです。ついてしまったこの傷からダラ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 と何十年も血を流し続けている。だから生きづらいんです。だから辛いんです。だからいつも人を攻撃してしまうんです。そのため相手ばっかりではなくって、一回でいいから自分の心、自分、こっちをねちょっと見てみてください。じゃあそっちに目を向けたらどうやって進めていけばいいのというものは過去動画の解毒講座1から6というもので全部お伝えしておりますので、これを見ながら解毒今日からやってみてください。もう辛いでしょね、もうやめたいでしょ。私も当時そうでしたよ。そしてこのチャンネルではこのように心理学を使った対処法をお伝えしております。ぜひチャンネル登録していろんな動画見てみてください。周りに攻撃したくないのについつい価値観をぶつけてしまいますという皆さん、そろそろ幸せになってもいいんじゃない。以上、解毒案内人木村優子でした。ありがとうございました。バイバイ。このチャンネルでは見ているあなたからの毒親相談を募集しています。概要欄に貼ってあるメールフォームから送ってください。お待ちしてます。